東節子は、京都府京丹後市の京都市や、京都府竹野郡丹後町橋人九9 3 0年1月8日に生まれた。聖火は、戦前、真音に三軒あったかさやの一つ、清水山店で、屋号を、宮津屋という。祖父の代までは、林村の竹野で作り酒屋を営んでいたが、ある時蔵を畳んで、真音のおかなり地区に転居し、 節子の父が宮津市内の笠屋で修行し、和産や町賃の製造販売を始めた。1944年に14歳で舞鶴女学院に入学。当時は戦時中であったため、授業は行われず、学徒動員により軍服方向書で働いた。主にポケットの片板に沿って縫い代を折り曲げ、貼り付けやすいようアイロンをかける仕事だった。 50人ほどがずらりと並んで流れ作業で働いており厳しいノルマが課せられていた。機械の故障で作業ができなくなっても成績は下がり誤って動力ミシンで手を縫い流血しても怪我を手当てするよりも前に不注意を厳しくがめられた。緊張と工場の熱気に当てられて失神したこともあったという。当時の生活は配給職が少ないのが一番困ったと振り返る。 空腹で神経が分裂しそうになり、他人のものに手を出してはいけないと、自らを戒めつつも、友人に差し入れられたパンの薄皮をめくりかけてはっと、我に帰った時の周知と上えの苦しさは、生涯忘れられないと語る。毎日会で魚や貝を取って、食料の足しにした。密かな楽しみは、自宅通勤していた先生が、個人的に貸してくれたツれズレ草や土佐日記。 伊勢物語などの古典や文学全集を読み、分からないところは教えてもらえたことだったという。イップセンの人形の家を読んで、新しい女の生き方を求めてゆく、大人の世界を垣間見るなど、読書によって物語の中に、束の間でも投水できたのは幸せだったという。後年、インタビューを受けるたびに、戦争のために、人生の一番大切な時に勉強ができなかった。 勉強を強要されないのは気楽でしたが、物を知らなくてと振り返っている。戦後、学校を出た後は、郵便局に勤め、入団した青年団で、後に夫となる、東ず代吉と出会う。青年団長だったり代吉が節子に町を良くする手立てを語るうちに、結婚話が浮上。節子が20歳の折に結婚した。GHQ の統治下にあった当時、 レッドパージによって夫妻は失職し、リオ吉が26歳で、書店創業を決意し、節子はそれを支えることとなった。店舗用として親戚から荷車置き場を借り、祖父からの支援金3000円で、ノートとが用紙を揃えて、マオトに書店を開業、夫婦二人で自転車で営業に回る日々がスタートした。1 9五十年のことである。当初は、並べる本もなく、知人が、 格好がつくからと寄付してくれた蔵書を店頭に飾った。最初の客は近所の住民で文芸史を注文してくれたという。開業後数ヶ月は問屋との直接取引がなかったため、節子は本の注文を受けるたびに、身をもの見を押をして自転車で中軍峰山町の書店まで走り、購入した本をそのまま販売して、書店の看板を守った。後に、叔父の縁により、 宮津市の書店の文店扱いとして、豚屋から商品が卸ろされる小売店となり、後に独立した。夫婦二人三脚で働きながら、四人の子を産み育てた。2018年には突風に煽られて、転倒、脳内出血と、左手複雑骨折を患い、2ヶ月半入院したが、ベッド上で仕事をし、介護が必要になることもなかった。 2020年時点で夫婦ともに90代の営業マンであり、店は4男に譲っているものの、次男の運転で配達作業や昼過ぎから20時頃までの営業や帳簿をつけるなどの書店経営を行っている。2019年には京都府立医科大学で医学生や看護学生らを対象に地域医療教育推進事業の一環として講演を行っている。 京丹後市は100歳を超える人口の割合が全国平均の3倍に上る長寿の土地として知られ2014年6月1日時点で100歳以上の市民が65名人口10万人あたりの100歳人口の割合は全国平均46.21人を大きく上回り99.29人となっている代表的な長寿の人物に2019年時点で 男性の世界最高齢としてギネスにも認定された子、木村次郎衛門などがいる。東夫妻は健康長寿な教壇の市民の代表例として2019年頃からたびたび雑誌やメディアでその暮らしぶりを紹介された。戦後、戦争によりまともに教育を受けることができなかった、節子は新聞で戦争を風化させてはならないと書かれた記事を印象強く覚えているという。 また、丹後地方では、丹後地理面の公共により、女性は机に向かって学ぶことよりも木に向かうことを求められる時代にあり、企業で働く女性の労働時間は、一般商店の主婦に比べて1.8倍にも及んだ。1998年、節子は、数名の仲間と共に3年余りの歳月を投じて、調査しまとめ上げた、単語の旗音の関東文の中で、 明治生まれの母が弟の子守をしながら小学校に入学し、幼子がむずがるので教室にいることができずに年生で中退したことや13歳で旗や暴行に出たことに触れ、全国一の生産地となった単語ちりめんの発展の礎を築いた人々の人生の重さ、その時代の女の悲しさを証言誌として書き残すに至った決意について述べている。 地域の普通の人々の普通の暮らしを採集し、地域の歴史や文化を伝承することをライフワークとする。1996年には、単語町婦人会において学んだ郷土史について、単語町色葉カルタとしてまとめ、単語町合併40周年記念として開催された文化祭において出展した。このカルタは、新聞各紙で取り上げられ、その後書籍として刊行するに至った。 1997年には、廃村となった京丹後市丹後町の小秋村について、詳細な調査結果や解説を付記した絵本を執筆、出版した。また、書店のそばにある京丹後市立真音小学校では、2017年より2分の一成人式を行っており、この行事では節子が代表を務める丹後地理面の文化と歴史を学習し体験する会により、 単語チリメンの着付けが行われている。この活動は子供たちに地元の文化と歴史を大切にしてもらおうと企画したもので単語チリメンの着物は全て慈悲で用意したという。戦争中の暮らし、大座の女、太平洋戦争の記憶も薄らいできた30年余り後の1978年、新聞で戦争風化を憂れる記事を読み、 マオトの女たちがどんな思いで暮らしてきたかを若い、世代に伝え残す責任を感じたことから仲間を募り、節子をはじめ12名のマオトの女性が編集委員となって出版したのが戦争中の暮らし、大座の女である。約1年をかけて1979年当時のマオトの全9 5 4個3562人の住民と 太平洋戦争戦没者150名の遺族に呼びかけ、うち53人分の戦争体験記を収集してまとめた。学業に打ち込めなかった時代の女性の中には読み書きができない人もいたので、一部は編集委員の聞き書きによる。観光にあたっては元町町、鎌田の名で奨励金も投じられた。単語の旗音単語地域の主要産業である。 単語チリ面に代表される、絹織物業は、今なお生産量日本一位であるものの、明治期から昭和初期にかけての前世紀に比べて大きく、規模を縮小し、21世紀においては、社用産業とみなされる。その清水の陰にある人々の暮らしが忘れ去られる、ことを憂いた節子は、単語の旗音編集グループを結成。竹野郡単語町、矢坂町、網野町、 よさぐに佐さの町の各町の現場を取材し、単語の旗音、織物産業を支えた人たちの記録という記録集として出版した。旧単語町の婦人会を中心とし、明治末から昭和初期を生きた女性の自分史であるとともに、単語企業の歩みや単語ちりめんそのものについて写真や図解を多用してわかりやすく解説した一冊となっている。節子自身は、 畑屋の育ちではないため、気温の苦しみを知らない。その代わりに、本書においては、単語企業に光を求めてと題し、この伝統産業を守るべく独創的な努力を続ける、タミヤラデニアデニサム企業など10社以上を、訪ね歩いた取材記録を執筆している。教法年間に、初めお売りされた単語チリ面は、明治期に海外にも進出し、流星を極める。 しかし、文書に残される旗屋の名は、男性名のみが知られるものの、実際に企業を支えたのは、家庭内における女性や子供の労働力であった。その生の声を記録した文書はそれまでほとんど存在せず、単語の旗音は、後の研究者にとっても貴重な基礎資料の一つとなっている。小脇の小安地蔵さん1996年秋。 丹後町教育委員会主催の絵本作り講座を受講した。そこで出会った小脇村出身の織戸秋則に指導を受けながら、小脇の小安地蔵の伝説を絵本としてまとめたのが、小脇の小安地蔵さんである。丹後町上、宇川の小脇は、明治21年の時点で16個で構成された、参観の小さな集落である。 1963年の38号節を機に、離村が進み、1981年頃には一個のみとなり、1989年ついに敗村となった。小脇の小安地蔵さんは、だれから村民を救った言い伝えを持つ、小脇村の公前寺の本尊である。敗村後の1994年に、跡地に建てられた小脇の里由来碑にもその姿が彫り込まれている。 本書は村の守り神として大切にされてきた地蔵を通して、かつての集落の四季折々の暮らしから、豪雪被害により村から、人々がサリファイ村となるまでの教習を水墨画の描写と共に綴っている。絵はオリドが担当した。執筆にあたり、雪子は小脇地区の出身者、約10名を訪ね歩き、小脇での生活などについて、丹念な取材を行い、 その取材記録も、小秋の歴史と単語地方における離、離存、廃村の記録とともに刊末にまとめた、京単語ロハウタと他1996年に、節子らが出版した単語町色ハカルタは、大きな反響を呼んだ。単語地方の郷土カルタは、1993年に、峰山町教育委員会が、峰山色ハカルタを作成していたが、他の五町では制作されていなかった。 2004年の六町合併による京丹後師誕生を受けて、雪子ら有志13名は2006年1月に京丹後師、いろはかるたを作ろう会を結成した。京丹後師八坂町の郷土師屋である子、足田幸男を代表として、京丹後師の各町の歴史文化や伝統芸能や、自然や動植物、食文化などの多彩な内容を取り入れ、約2年間をかけて、制作。 出版したのが、京単語色葉ガルタである。田町への理解を深めることも狙い、各町のバランスにも配慮した。色葉の47種に、京単語氏の計1種を加えた48種を、節子ほか会員が手分けして読んだものである。正確な伝承のため、カルタ1枚ずつに平易な文体による解説をつけ、すべての漢字に振り仮名を吹きし、読まれた題材の土地の場所を、 単語半島の地図で可視化した。差し絵は絵心のある市民17名がになった。節子は、口ずさみながら楽しく見聞を広めてほしいと伝承に、寄せる思いを語り、書店業という立場を生かして、販売や広報を続けている。書店営業をこなせる健康維持のため、孫は優しい食生活に留意している。孫は優しいとは、豆、ごま、板わかめ、野菜、 魚、椎茸、芋を意味し、伝統的に魔音で食されてきた7種の食材であり、節子は毎日の食事にこの7種の食材を全て取り入れた食事を作っているという。京丹後市の長寿は、フードに根差した食生活に要因があるのではないかとして、2013年には100歳以上で在宅で、生活する京丹後市民37人に訪問、聞き取り調査を行われた。 料理研究家の坂本博子の分析によると、幼少期から地元の魚や藻類、多種類の豆、種種類、山菜類の摂取が多い、孫は優しい食生活が共通している。京丹後市民の健康長寿傾向については、京都府立医科大学でも2017年から京丹後長寿古法と研究が行われている。ありがとうございます。